い、どうもピヨキンです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、はじめまして。あ、どうもはじめまして僕のこと知らないですよねまあそんなことは置いといて、短めのコースなので頑張ってね。いや、このコースさ、ちょっと詳しく見るを見てみるじゃん。そしたらね、あのブロックがあるだけなんですけど、普通にさ、最初のブロックジャンプで登って右下に行ってジャンプでゴールみたいな感じでいけると思うんですけど、てか今の説明で分かったちょっと分かりにくかったかな。でもクリア率はめっちゃ低い。これなんか訳があると思うんですよね。多分ね、ここ普通に右押しっぱでいけないと思う。あ、やっぱりそういう感じだね。っていうことはよ、もう私分かりました。この上に登ってね、左押して右、多分それでいけると思う。左右、ほら、うまくない、うまくない、2発マジ2発だよ。これめっちゃうまかったと思うんですけど、どうもありがとうございました。それじゃあまた明日。この動画が良ければ、はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、フィルティートロールかな、読み方。まあバージョン3って書いてるんですけど、説明文にね、 YouTube って書いてるんだよねこの方 YouTube してんのかな。マットさん4265、あの4265どっから来たんだろうね。まあそんなことはどうでもいいんでね、さっさやっていきますか。いや、これきっとなんか出る。うわ、分かってたんだけどな。初見殺しめっちゃ久しぶりに引っかかった気がする。じゃあここはこのハテナトロ、あ、こっちで合ってんじゃないの、ほら。いや、熱い熱い。ちょっと右も気になるけどね、こっちが正解パターン。なんでよじゃあここ右にダッシュだね。右にダッシュしてこっからどうするかだね。あ、グラパ出てきました。うわ、どっち行こう。右行ってみよっか。これ右行ってみますね。はい、うわ、マジか。いや、いやねボブ兵待っておいて、そのまま上に行こう。そしてここはやっぱ金魚か。大体こういうの金魚多いよね。だからね、最近ね、金魚に引っかからないっていう。うわ、すげえ怪しい。ここは裏を読んで、この、あ、なんかある、キノコ出てきてる。これ取っておくパターンじゃない、ほら。そしてジャンプで、この状態でいこう。うわやってる、合ってる。いや、ギリギリセーフだよ。あ、こっち正解パターンっぽい。ひえ、一旦キノコ取って土管の方行ってみようか。こっち、なんで変わんねえの、なんで変わんないのよ。今度は、じゃあ今度は右すぐ行こう。で、このね、大砲なんか出てきそうなんだよな。あら、あ、このパンをこっちに、危ない、持ってくる。よし、すぐ右に行こう。危ねえ、罠に引っかかるところやったね。そんでここは、いやー実はさ、今日スーパーマリオワールドだったっけ、このスキン、このスキンで絞って探したんだよね。このスキンのトロールコースがね、めっちゃ好きで、なんかさ、亀の甲羅とかさ持てるじゃん。そして持って亀の甲羅を上に投げたりとかするじゃん。そういうのが楽しくてこのスキン好きなんですけど、じゃあここは何もしない。そんで上、怪しい、どうしよう。ここなんかあるかな。うわ、ワンワンか。で、テレサ2回通り過ぎたんで、中間ポイント無事ゲットできました。で、ここは下からでも行けるんだよね。どっち行こう、上かな。多分ヨッシーを取って右下に行くみたいな、多分そんな感じだと思うんで、ヨッシー取りに行こうか。頼む、なんかある。うわー、邪魔くせじゃあ右下行こう。こっちは何だろう、なんでじゃあここは出して、出して、で一番上を出したらダメで、ここは上行こう。右下じゃないで、こっち行きます。こっちが正解でしょうわうせ待って、これはめんどくさい死に耐久じゃないの。一旦さ、スターが切れるの待っておこう。スターが切れるの待っておいて、針に当たろっか。針に当たってすぐもう一回左に行く。いや、いやだこれはめんどくさいパターンのやつだ。スターをどんどん避けながら行く感じでしょ。じゃあ行きます。こうしてすぐ左に下行く、でジャンプして避けてこううまーい。じゃあ右行ってよかったね。そんで、うわ、なんもない。この左上のファイヤーを取らなきゃいけないっぽいんだけど、そうだな、こいつ何か出してきそうだね。なんですぐ左に行く。あら、あ、取れた、あ、取れたよ。あ、これ正解なんじゃないの。一旦当てるね。鍵手に入れたけど、え、これ正解なんじゃないの、違うの。
一旦オンオフして、うん、右行こう。あ、これ当たっていいやんか。別に間違ってないよね。これ鍵を手に入れたらダメみたいな感じかな。どうしよう、一旦乗るけど絶対どっか行くと思う、この大砲。大丈夫、行かないで、どこも行かないで、どっか行けよじゃあここなんだけど、多分だよ、倒したらいけないんじゃないかな、このパック。それありえる。なんかさっきさ、倒したらブブって言われたもん。そんでここでオンオフをするでしょ、して、なあ、危ねえで、ここでよ、あのブラパを倒して渡る。え、なに、え、中間ポイントそこにあんの。うわ、ずる、これ右に避けない、大丈夫大丈夫、オッケー、こっちで合ってるね。そしてここ上に行っても良さそうな感じなんだよな。でもこのまま一旦右行こっか。そしてどうしよう、ジャンプしてこう、うまい、当たらず行こう。いやー、当たってしまった。待って待って、大丈夫、もう終わったよねこれだからここ一旦パワーブロック持って、ここに中間ポイントがあったよね。一旦投げるね、投げて、あら、あ、オッケーオッケーオッケー、中間ポイントゲットだね。ここは炎がなくなって下、よし。そしてここは Z って書いてるけど、 Z でいいのかな。 Z します、はい、捨てたけど大丈夫で、このまま行こう。うわー、鍵手に入れた。うわー、絶対こんなことだろうと思ったよ。絶対入ったらいけないパターンのやつでしょここ。じゃあドア入ります。死に耐久か、死に耐久なのか、違うだー待って、取ってしまった中間ポイント。これ戻されたやつじゃんか。でももう一回やり直せばいいだけの話だね。ここだよね、ここ、ここ早く行こっか。はい、よし、いや多分これで合ってるね。そしてこいつはまずい、このオープンブロックはまずい。なんでジャンプして右抜けよ、ジャンプ、魚ー。じゃあここはジャンプ、うわ待って、魚出てくる、絶対出てくる、ほっ、いや待って、ここむずくない、ほっはい、よしよしよし。回転ジャンプの方がね、意外と簡単やったりするんですよね。でここは何もしない、大丈夫大丈夫だって自分に威嚇ついてるだけだ。あー、そしたらここは左の方でよかったのかな。左行ってみるね。あれ、いけないよ。じゃあ一旦上行ってこうで下、オッケーオッケーオッケー、待って、いやー大丈夫大丈夫よし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 、じゃあ今度ドカン入っていこう。いや次は、うーわ、このピーがなくなってから行かないけんパターンか。すぐ右、よし、これは回避できたんじゃないの。もう一回すぐ右、もう一回すぐ右、もう一回いいタイミング、いいタイミングで切り替わらないかな。いやこれもう積んだ、いやいけるいけるいけるよキノピオ、今キリキリキリって言ったもん。それじゃあここは P の音がなくなっていこう。てっきりさ、ここ P がさなくなったらここ声になると、うわー危ねーなったね。バネで土管に入れるのか。じゃあここはすぐ右に行って、このキノコを取らなきゃいけないと思うんで、そしてね、これ右に行ったらダメだと思う。なんでこれ下に降りるのが正解だと思うな。うわー待って、うわーあ、これさ鍵取ってるから左が正解、こっちありえる。うわ入れねえのか。じゃあもう下に行ってね、また中間ポイント取り直しですよね。うわやっぱり、それじゃあここは多分右でいいと思う。右に行こう、右の方の土管に行こう、こっちが正解。なんでもうまた中間からやんか。なんでこんなにいつも2分の1外すの。世の中の2分の1おかしいんじゃないの。2分の1マジ50分の1だよそれじゃあ今度左だね、絶対左で合ってる、こっち、あ待って、失敗した。左の土管に入ります、ちょっと待ってね、ほっ、左を失敗、よし、これで合ってるでしょ。やったゴールやんか。ちょ、なんで待って、上からジャンプしてゴールしろ的な感じかな。いや、いけんのか。うわ、どっちにしろもうこっちしかないね。うー出たあれ、なんかさっきと違うね。
こっち正解パターンありえるよ。これは？いや来た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 、なんで当たりんの。今度は右の土管に入ってみよう。こっちで正規ルートだと思うんだよね。いや違う。絶対違う。こっち、うわどうしよう、どういう死にたいっていう、ここ、あ、わかった、ここはこっちでいいのかな。いやこっちでいいんだ、違う、下から行くパターンだね。下からあっちのスネークブロックに乗ってゴールするパターンだ、きっと。今ね、土管入れなかったんですよ。ていうかここあれだね、隠しブロックあったから多分どうせゴールできないね。ほら、なんでさっきのスネークブロックのところに行こう。ここ、こっからだね。いやこれさえクリアできればゴールのはず、絶対そう。なんでここの左は絶対行かないようにしよう。スネークブロックと一緒に下に行くのが正解。よし、で、こう、うわ、ここ難しいんじゃないの、最後の最後に、やめてね。あ、普通に行けそう。ほら、あんまりね、難しくしてないっぽい。来た、うわ、これどっちから行く、うわ、待って、ドッスン来る、下が正解、下が正解、やったいや、よかった。上だったら多分、バネとか隠されてんじゃないのかな。じゃあ、引っかかれよ。この動画が良ければ、グッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。